あれ5日ぶりぐらいかと思ってた。9日ぶりって、あなたが9日ぶり、そういうこと、君が9日ぶりなんかな、そういうことか。あ、9日にしたってこと、あ、そういうことね、なるほどね、理解しました。しばらくやれないって書いてある。そうそうそう、メールではね言ったんだけど、そういうことね。おはよう、おはよう、おはよう、おはよう。なあ聞いて、なんだよ、おはようなの、おはようだよおはようじゃないけど、今日頑張った、癒しだ、今日頑張ったの、偉いね。ゴールすごいね、めっちゃやってんじゃん、いいね、強強だね。写真集のオフショ全部良すぎて楽しみね、めちゃくちゃ送りたいんだよね、いっぱい、まだまだ。なんかさ、オフショットがさ死ぬほどあるんですよ、本当に。でもまだなんか載せれるものがまだ少ないから、そう、もうちょっと待ってってほしい。オフショット小出しに出しすぎ、いやもうそれはもう僕に言わんでくれ、すまん、そんなん、ごめんやごめんごめんや、そんなん、ちょっと私に言われてもごめん謝ることしかできんです、それはもう申し訳ねえ。オフショットなんつってうまい一本取られた、うん、鍛え台だからね、その鍛え台。ヤブさんの鎖骨好きです。お、鎖骨フェチきた。鎖骨フェチ、うん、STEM いろいろ配信してほしい。おお、いいね、 STEM いろいろ配信したいよね。髪切りました、髪切りましたよ。おふーちゃんの肌好き、私肌がさほんと治安が良くてさびっくりしちゃうよねうん夏ですね、夏ですね。今ネットで買いたいものってある？プレステかな。リップがいい感じの赤だ。そう、これはメイクさんにおすすめしてもらったやつを買います。ちょっと濃い、でも、うん、濃かったね。配信で見たら濃い、なんか直接見たらそんなめちゃくちゃ濃くはないんだけど、なんかね、うん、配信で見たらちょっと濃いかも。そのティッシュ欲しい、無理そうそうそう、発色いいんだよね。そう、これめちゃくちゃ韓国のやつなのかな、リップはね。これなんか2本使って、これ2本ともメイクさんにおすすめしてもらって、写真集の時にも使ったんだけど、
スパークリングティントってやつ。私ティント苦手じゃないからあれなんですけど、ジューシー、どこだこれ、どこのだろう、分からんけど、ちょっと読めんです、読めんですけど、スパーク、こんなやつ、こんなやつです。これは荒れなくてよい。あ、そう、なんかプク、そう、そんな感じ、そう、うん、甘い味がします。これはおすすめ。今日も疲れたね。やべした調子どう、やべした調子いいよ、やべした調子いいですよ。今日は長めに配信しようと思っておるんだ。なんでんぱってするの、なんかムラになってるから、なんか降ってきたバラの花束が、なんかムラになるから、だからです。うん、お疲れ様です、お疲れ様です。そういえばその服って一体化した、これ別々だよ、これ脱いだら白 T です。ね、ただの、本当にただの白 T、 何も着てない、何も着てない何も着てないわ、変態、何着てる、あの何、白 T 柄なしの、ただの白 T ってやつですね。ふーちゃんのショールームってアップもよしね、コメント流れるのさ読めないんだよね、止めながらね見たりしてるから、あのね、そう、あーってならないようにね、こうやって止めてるのとかしてたら近くなっちゃう。どういうことだろう。イエーイ、ふーちゃん見て、見えてる、見えてるよ。なんて、うん、マリカ惨敗してたやん。マリオカートって何だったっけ、マリオカートって何だったかな、ちょっとよくわからないな、何を言ってるか。初見です、こんにちは。マリオカート、沖優香さんの理想の先輩こと、やべちさんねえ、かわいいねえ、沖ちゃん、かわいいねえ、沖ちゃんは本当にかわいいねえ。川沖ちゃんだねえ。ふーちゃんはリプ編しますか、リプ編ね、リプ編ね、リプ編しない、しない予定ですリプ編する予定はないです、今のところ考えてないです。しようかな、リプ編、リプ編ね、なんか言わなきゃいけないんだよね、リプ編のしますみたいな、リプ編なんだっけ、なん明日リプ編しますみたいなをしなきゃいけないからさ、
そう、許可制なんだよね今 STU の SNS は許可制なんです。事前申請がいるんです。なんで、そうそうそう、またじゃあちょっとするときは言いますわ、明日しますって。ん？わいがほのたんにほのたんってリブ送ったらふーちゃんってリブ来た。え？え？無理にしなくても、え、無理にはしないですよ。無理にはね、しないよ。ほのたんの弟の存在忘れてたわ。ね、ほのたん弟いるもんね。ふーちゃんめっちゃ丁寧に返してくれそう。いやもうそりゃもう、もう丁寧も丁寧にこう大事に大事にそって返します。リップ編これタワー？タワーなのかな？タワーだよね。ちょっと待って。デミデミもちもち、ありがとうございます。もち。もち。ありがとうございます。いえ。いえいえいえ。今日なんか少年味が強いな。ピース。もち。ありがとうございます。こんばんは。今日は長いこと配信しよう。こんばんは。比較的高い確率で少年密。嘘。マジか。そっか。あらあら。そうだったのか。ふーちゃん今日は何してましたか。今日も生きてました。今日も生きてましたよ。あ、ミスった。ミスでございます。そう、携帯変えるんだって秋頃。そうそうそう、メールしたね。サザエでございます。そう、正解、分かってくれた、嬉しい。そう、今ミスでございます、ちょっとサザエでございますで言ったの。わあすごい、さすが皆さん、さすがだね。嬉しい、分かってくれたから。サザエさん、はあ、秋頃なら、そうそうそう、13狙ってるんだよな。いやなんかさ、12プロだっけ、12にしようとしたんですけど、なんか13が秋に出るって見て、
あーじゃあ待つかと思って13。そうで待っておるわけです。待っているんです。 5G がいまいちよく分かってないんだよな。でも 5G とは何ぞやになってるんですけど、めっちゃ早いのかな、そこんな違う。僕も13出るって知って待ってます。あ、一緒だね。10から13にかあ、一緒だ。私も10から13です。大して気にしなくていいよ。あ、そうなんや。めっちゃ早い。マジか。よくわかんないね。ね、そうなんよね。ぶっちぎりに早い。あ、そうなんや。へー、 Y は8から13狙ってます。おー、いいね。8ってな、どんぐらい前だ。結構前やね。指紋認証あるといいな。いるかな。体感で分かるほどのファイルのやり取りせんからな。確かにそれはそうやね。なんかさ、でも思うよな、結構その新しい携帯とかにするとかなってもさ、なんか速いとかめちゃくちゃ速度がいいとかさ、そういう言葉にさめっちゃ惹かれるけどさ、実際そこまでその速さに対してなんか固執してるかって言われたら、実際使うにあたってそこまでそこの良さを求めてなくて、まあ、あればありがたいけど、オフはなんか新しくしたいなみたいなミーハー心の方が強いからさ、うん、なんかそうなんよね。だから 5G にそこまでめちゃくちゃな魅力を感じてるかって言われたら、私はそんなになんですけど、そうそうそう、ゲームするなら、そう、携帯ゲームはマジで馬娘ぐらいしかやんないですね。馬娘入れてんのは馬娘、七並べ、ドラエグ、人狼、アモンガス、ぐらい。あ、ツムツムも入れてる。まだミーハイもあったわ。あ、結構入れてるな。なんかあれ入れるか迷ってるよな。なんかさ、ホールガイズの偽物みたいなアプリあるらしいね。なんか iOS 版のホールガイズみたいな。そう、なんかあるらしいよ。よくわかんないけど、公演コード入れてないよ。公演コード入れてない。ノックアウトシティっていうゲーム知ってる？あのあれドッジボール、ノックアウトシティ知ってます。そうなんよね、動画サイト多いですね。モンハンスイッチ、とりあえずエペのモバイル版出たらインストールするのしないかな。携帯で FPS はやらないかな、容量重たいしね。多分荒野行動はやってたな。でもなんかミーハーだからすぐそう、やってた。
なんかすごい流行ってたじゃないですか、荒野行動は。メンバーみんなでやったりしてたから、バスの移動中とかに。それでね、荒野行動はやってた、けど誰もやらなくなって。こういう行動わかんないな、こういう行動。どんなゲーム？ぶち抜くゲームかな。荒野で行動するんですよ。こんばんは。そのままそうそうそう、こんばんは。説明からもう高専的だよ。高専的ね。キャンプもできるの？荒野で。そういうゲームではないよな。キャンプ、そうね、キャンプ。そうだね。キャンプするゲームではないんだけど。してもいいんだろうけど。すごい気をつけてやってねっていう感じではあるよね。大人は家建てるゲームって聞きました。大人は家建てるゲーム。確かにフォートナイト、フォートナイトはなんかスキンが可愛い。もうとにかくスキン、なんか服着替えたりするのめっちゃ課金で、そこで楽しめるし、そこも楽しめるし、建築は風めちゃくちゃ下手だからあんま使ってなかったけど、ぶっちゃけ建築する人すごい上手だし、フォートナイトはなんか可愛いかな、なんか妹とかすごい、なんか画面がすごい原色で、なんかガチャガチャしてる感じ。第五人格は私はすぐやめちゃいました。入れたけど鬼ごっこ。第五人格は VALORANT っていう PC のゲーム。 VALORANT やったことない。面白そうだね VALORANT。 でもなんかあれでしょ、なんだっけ、5対5のやつですよね。パロラント。いつでも夢いる日よね、何でもないことが起きてもさ、可愛く
スマイルしようね。ボイチャで文句めっちゃあるらしい。あ、そうなんだ。ボイスチャット確かにね、いろんなやつやってますよね。ふうふう、なんだい、なんだってばよ、なんだってばよ、言ってみろ、なんだってんだ。よく使うアプリは、ツイッター、ツイッター、こんばんはんなるとLINE は使わんけどな、あんま。連絡来たら使うけど。なんだろう、アプリ何使う？ YouTube かな？ YouTube 使います。ロック画とホーム画は何？ロック画とホーム画一緒です。なんかイラストです、私は。イラストです、今は。YouTube プレミアム入ってるよ。 YouTube 使う。どっちもふーちゃん、わいわふーちゃん、お、嬉しい。サプリとか飲んでる、なんかさ、さっきからさ、サプリとか飲んでるってさ、定期的に聞いてくる人いるんだけどさ、サプリ飲んでるよ気になったのかな、サプリ私が飲んでるか、気になったのかな。サプリね、飲んでるよ、あのビタミンの C C 飲んでるよ。満足したかなすごい、サプリ飲んでるかを気にされるのあんまりないよね。サプリ飲んでるか気にされてる。違う、私の体を心配されてるのかしら。プロテインはもう、プロテインも飲んでますよ。そう、鉄も取ってほしい。あ、鉄も取ろうかな。めちゃくちゃ満足しました、ありがとうございますよかった、満足したんだって、おもろいなそっか、よかった、答えてちゃんと、いっぱいコメント拾おう。サプリ飲んでるって気に入って満足した、満足して行った人がいたよかった、サプリガチでおったな今。よかったよかった、久しぶりに来れた、ありがとう、ありがとう、来てくれてなんて読むんだ、酪酸菌とかいいよな、酪酸菌って読むのかな。大体じゃんけんするときどれから、私絶対パーから出すんだよね。最初はグー、じゃんけんポン、絶対パーから出しちゃう。なんだろうね、パーから出しちゃう。なんか昔から決めてるんですよ、パーから出すって。
パーが好きなんだよな。勝率はどうなの、アイシャドウの色ほんとオレンジ。オキさんの尊敬するパイセンか、そうです、オキちゃんの尊敬するやぶした風でございます。オキちゃんありがとう尊敬してくれてそうそうそう、こんばんは。確かにじゃんけんって何が強いんだか分からんな。どの辺が尊敬されてますか。どの辺が尊敬されてるんだろう。自分で言うの恥ずかしいからやめときます、この話は相手を読む心を出た。じゃんけんは草と火と水のような関係。おお、ポケモン。先にこれ出すよっていうのも作戦。それはわかる。あの惑わせるやつですね。私はグー出すよって言って。何で来るかっていう。ね。確かに。ロボトケ、なんで首つまむの、わかんない、なんか皮膚を引っ張りたくなっちゃった。皮膚、なんか首っていう意識はなかった、皮膚を引っ張ってた。YouTube とかやる予定ありますか？ないですね。見る専門でございます。皮膚。ほっぺはもうほっぺ伸びるよ。いっぱい伸びる。はじめまして、はじめまして。ほっぺ伸びる。前のが伸びたかな？嘘。顔が痩せたってこと？ふっちゃんの初めまして好き。初めまして。肌綺麗ですね。ありがとう。ありがとう。ありがとう。YouTube チャンネル登録してる？あ、誰を登録してるかってどう？登録してるよ。私はふーちゃんの喋り方が本当に本当に好き。嬉しい。喋り方、喋りどうなんだろう、自分では全然ねねって言われてもあれだよね、なんだろう、普通なんですけど。ほうほうほう。声大好き。嘘、
わ。来い。こんばんは。かれこれふーちゃんのこと4年くらい推してるけど、初のファンレター書くか恥ずかしくて迷ってる。恥は捨てるためにあるんだ。ふーちゃんは右脇の下に綺麗なほくろがあるらしいですが、写真集で確認できますか。どうだろう、できるんじゃないかな。そう、私のお気に一番お気に入りのほくろ。瀬戸内学園まだかと首を長くして待って、いやそれね、確かに私も気になってるんですよね。瀬戸内学園撮ったんだけどさ、まだ出てないんですよね。うん、ロリっぽくないのに意志の強さとやる気のなさが混在している声かな。え？これ褒められ、褒められあれ褒められてる、褒められてるのか、褒められてるのか、けなされてるのか、狭間を今ちょっと褒められてるよね、ポジティブに受け取る。わいわくつーちゃんの口、ここ、これね、褒めてる、褒めてた、よかったよかったよかった、あ、よかった。声好きやから推してると言っても過言ではない。お、マジか、ありがとう。自分が癒されたいときにすることだ。癒されたいときにすることか。なんだろう。癒されたいとき、癒されたいとき。癒されたいときか。ほのぼの系見るかな、うん、ほのぼの系の動画見る、漫画とかアニメとか。あとはメンバーにいたずらする。ユミニンがよくモノマネしてるフーちゃんの感じって本当なんですか。え、なんでユミニンがよくモノマネしてるフーちゃんの感じって、どういうこと、どういうこと。ユミニンどんなモノマネをしてるんだろう。え、あのなーなーのやつですか。あれは、あれは過剰。あ、森です、森、森森だよ。でもなんかメンバーにはめっちゃ甘えちゃうんですよ。そう、メンバーにはめっちゃ甘えるというか、なんか私結構聞いて聞いてモードになること多くて、メンバーになんか聞いて聞いて聞いてみたいな風なーっていうのはめっちゃ言うかもしれんです。聞いてーってすぐ、聞いてよーってめっちゃ言っちゃう。そう、それかな、それは多い。ユミコーって言いに行きます。ユミコ聞いてって。そう、そうそうそう、聞いて聞いてガールの、そのメンバーに対してはさ、聞いて聞いてガールになっちゃうんですよね。そうなんですよ。にゃんにゃん。
前に一番甘えてくるメンバーってなの。あんまり甘えられないんですよね。そう、そうそうそう。リップ美味しそうな色、美味しいでこれ。そう、せやねんな。ココアは甘えてこうへんな全然。フーの方があれ、ココアにココアーってやりに行きますよ。そうですね。ココアはツンツンなんです。ツンツンですね。ココアはツンツンしてる。ツンツンしておりますわ。可愛いですよ。ココアはね、そうそうそう、ココアちゃん、ヤブスタって、ヤブスタって呼んでる。ココアは内心甘えたいかも。いや、それはね、ココア、ココアに、ココアの気持ちはココアにしかわからないんですけども、でもここは、甘えるがふうよく分からへんけど、でもどうなんやろ、そうそう、来るときは来るって感じなんじゃないかな。でも可愛いですよ。なんかめちゃくちゃマイカーのこと超好きやから、そう、すごいね、愛を語ってくれる。そうそう、ここはめっちゃハムフーのことめちゃめちゃ好きと思ってる。ヤブスタはずっと言ってくる。そう、ヤブスタ恋人ごっこ、ねえもう一度だけお何回もしよう、さゆうめにひや愛を伝えそびれた、でも確かな恋をしていた、恋をしていた。缶コーヒーで乾杯、シーツを閉めてどうにもならない二人だ、言う通りにするから恋人ごっこでいいから。こんばんは。今だけ笑っていてほしい。なになに、切り替えすご。こんばんはの切り替えじわじわきた。切り替えの王子と呼ぶスタッフです。呼ぶし定期的にこんばんは。そうそうそう、ね、挨拶って大事です。急に真顔急に真顔なるもん。そうやねんな、そうなんすよ、そうなんですよ。ふうメンバーの中で一番急に歌える。そうなん、みんなどんな感じなんやろ。
ふーさんカラオケ配信、カラオケ配信、おお。しようかな。カラオケ開いてないですよね今って。カラオケ屋さん、そうやね。モスガク、もぐもぐ配信はもうしないの。もぐもぐ配信しようかな今度。じゃあもぐもぐ配信、なんか食べてるの見てて楽しいですか。でもそれがよくわからないんですよね。食べてるの見てて楽しいんかなって思う。もう、うにゃうにゃ言うとるだけでいいよ。うにゃうにゃ。うん、美味しそうに食べる人は見る。ああれか、なんか ASMR じゃない、なんだっけ、なんか YouTube で上がってるみたいなやつか。ちゃんと行ってらっしゃい、行ってきます、ただいま、いただきますとか言える人が好き。うん、それはそう。じゃあ一緒に夜ご飯食べようの会するか今度。時間ちょっと早めにして。ていうかさ、みんなってさ、あのさ、ご飯何時ぐらいに食べるんですか夜。なんかさ、家によりますよね結構。私さ、結構実家のやぶしたきが6時とか6時半とかなんですよ。でなんか友達の家とか行ったりさ、8時とかだったりすると、あれ、あ、こんな遅いんやとか思う。あ、やっぱ育った環境で、あ、やっぱそうですよね。7時、うん、早い時は17時、早っ。寮なので17時20分から食べ始め、あ、17時30分決まってんねや。18時ぐらい、あ、そうなんや。休日はそう、働き始めてから8時9時、そうなんですよね。東京は夜の7時。どういうこと、どういうこと。まあでもやっぱそうですよね、一人暮らしの人と実家とかそういう人にもいるか。夜食べない、1日2食、お、いいね。確かに現代人食べ過ぎって言いますよね。1日2食で、なんか江戸時代は1日2食だったみたいな、現代人はご飯を食べ過ぎてるみたいな聞いたことある。9時ぐらい、そうなんや。寝る時間にもよるか、その人の。ふーちゃんはオフの時何時に食べるの？ふーはオフの時はなんか朝昼晩の概念がまずないので、なんかみんながよ、俗に言う夜ご飯の時間が朝やったりするし、朝ごはん、ふーにとっての朝ごはんやったりするし、なんかお腹空いたら食べるって感じなんで、そう、なんか何時とか決まってないですね、オフの時間は。そう、お腹空いてたら食べるって感じ。不規則ですね。そうなんですよ。でも直したいんですけどって思ってるだけなんですけど。
実際行動に移すかって言われたらちょっとまた話は変わってくるんですけど、気持ちは直したいって思ってます、思ってるんですよ。気持ちはそう、一人暮らしだとむずいよね。そうね、いやでもそれは言い訳ですよね、一人暮らしだからは。それは言い訳ですね。頑張ればいけるはずなんですけど、どうしても そうですね。頑張ってる人は頑張ってますしね、ちゃんとした生活、健康的な生活をしてる人はしてるけど、来年から一人暮らしよ。おお、頑張れ一人暮らし、いいねいいねいいね、頑張って。アイドルって浮き沿いになりやすいんだろうか。まあでもそれはあると思いますね。一人暮らしって頑張るもの？頑張るものなんじゃないかな。だって頑張って起きなきゃいけないし、一人で掃除も全部頑張んなきゃいけないでしょ。やりたくないけど片付けもやらなきゃいけないし、帰ってきたらいっぱい掃除もして自分の荷物も片付けて、自分のことは全部自分でやって、親に頼れないし、楽しむものじゃない、それは前提でしょ。頑張る、でも頑張んなきゃいけなくない？楽しむのはそうだけどさ、親のありがたみがわかる。そう、それはもうね、日常になったら楽ちん。まだまだ配信、そう、今日24時までやる。一人暮らしで一番嫌なのは皿洗い、これはガチそうなんだ。私何が一番嫌だろう、一人暮らししてて何が嫌かな。なんだろうな。あ、虫だね、確かに。虫嫌だね。虫はちょっと。そう。料理はそんな別に。気分じゃん、それは自分の結構やるかやらないか、その時のマイブームというかさ、自分がハマってるというか、やるかっていうやる気のある時期とかはさ、やればいいと思うし、ちょっとめんどくちゃいなって思ったら買うかでいいと思うし、あれだけど、虫はもうさって感じじゃないですかそう、2週間2回蚊取り線香炊いてます。おお、蚊取り線香の匂い好き。いやー、虫は怖い。
この頃は虫出てないの。出てない、虫出てないね。最近見ない。アロマとか置いてるの。アロマ置いてる、ディフューザーみたいなやつ置いてる。アロマもなんか枕にシュッてする、なんだっけあれ、なんていう、なんていうんでしたっけ、スリーなんとかピローみたいな、ピローアロマなんだっけ、なんかさあるじゃないですか、枕にさ寝る前にシュッてやったらなんかすごくなんか落ち着くみたいなやつ、なんていう名前か忘れちゃったんですけど、ホブリーズじゃない、ホブリーズじゃなくてなんだっけ、なんか枕寝るとき専用、寝るときじゃなくてなんかそういうさやつがあるんですよ、それやってる、うん、なんだっけ、アロマピローかな、でもそんな感じのニュアンスのやつ、そう、ピローミストか、ピローミストだって、それだ、じゃあ、うん、匂いね、いいよね、大事。うん、モチベーションが上がります。それ使うとどうなの？それ使うとね、気分が良くなる。柑橘系はそんなにだっけ？いや、それがさ、聞いてほしい。なんか柑橘系全然私苦手だなって思ってたんですけど、香水とか香り物で柑橘系がそんなに得意じゃなくて、なんだけど、なんか最近はすごいそれの概念が自分の中の覆った、すごい、あ、いいかもって思うようになったんですよ。うん、目覚めた。そう、変わってきました私も。そう、きっかけなんだろうね、特にないんですけど、これといったものは、うん、人類の進化みたいなね、分からんけど大人になったんかもしらん。大人じゃなくてもあれですけど、好きな人は好きなんですけど、夏だし、どうか、それもあるのかな。そう、結構好きなんだよな。瀬戸内だけに柑橘系が好きになったのでは？それはないね。それだったら4年前から好きだよ。ふーちゃんも成長してるから、イエイイエイ。そうなんだよ、ふーちゃんも成長してた。ふーちゃん聞いてください。何ですか、聞いてあげよう、君の話を。たまには違う香りもいいよね。いいよね、そう思うようになった。香りの好みも変わるよね。変わるよね。やぶこの部屋、やぶこの部屋来た。大人の階段の君はまだシンデレラさ、幸せはなんたらラんラなんじゃらら、じゃだらラんラルララルララルララララ。私今バニラ系が多いね、香水持ってるの。聞いてくださいって言った人全然コメントせんなちょっと待ってたの、ちょっと待ってた。ひどいひどいひどい、なんつって。卒業式の歌で好きな歌ある？もう言う、なんもるもるなんじゃらなんじゃら
ご信じてこの色いいです。ごめんって言われた。いいよいいよ、許してやろう。コメントしてたよ、嘘。違う、あ、それはごめん、本当にごめん。嘘をしてた、流れちゃった。私の文字がでかいばかりに。そうそうそう、旅立ちの日にか、これ。旅立ちの日にだ。白い光の中に山並みは燃えて、遥かな。あ、課題が多いってさ、課題が多いのか。課題が多いのはもうね、やめよう、課題をやるの。じゃあ一回やめてみるっていうのはどうかしら。課題をやめてみる、どうかな。おすすめだと思うんだけど。前髪とかします。課題やりながら見てる人間なんですけど、推しメンがいるので明日提出の課題やるのやめますわ。やろう、やっぱり、やっぱりやるのがいいと思うな。うんうん、ちょっとやってみよう。あと昨日課題してたら、サッカーの試合で選手が倒れて心肺停止になったニュース見てびっくりした。それは怖い、それはびっくりするね。それはびっくりしちゃう。昨日そっか、サッカーやってたんだ。私全然テレビ見てないよ。おお、確かに責任回避、手のひら返し、ぐるんぐるんだから。そうそうそう、課題ね。最近見た映画、最近ね、見たい映画がある。見たんじゃなくて、見たい映画、キャラクターっていう映画、この間公開されたやつなんだけど、キャラクターっていう映画を見ようと思ってるよ。今度見に行こうかなって。風之助、好きなスポーツは何ぞや。僕はですね、野球とかバスケが好きです。見るの、野球は見るの好き、普通に面白いから。菅田将暉の、そうですね、菅田将暉さん、深瀬さんがめっちゃすごいみたいな見て。そうそうそう、どんな映画なの。なんか漫画家の人が殺人の、なんかサイコパスのホラー漫画みたいなのを書いてて、それを実際にやっちゃうみたいな、サイコパスのシリアルキラーみたいな人がやっちゃって、どっちどうなっていくのかみたいなやつだった気がする。そうそうそう、いや絶対面白い。ドキマギしながら見たいです。怖いけど面白そうね。怖いけど面白そう。なんかね、そういうちょっとホラー要素というかの結構好きなんですよね。うん、目つむりながら見るわ。目つむりながら見る、すごい天才じゃん。目つむって見るって天才じゃん。そうそうそう、心霊じゃない、サイコスリラキ。そうそうそう、心霊は無理。心霊は無理というか、なんか面白さをあんまり感じない。
なんか怖ーとかじゃなくてびっくりするのが嫌なんですよ。びっくりって感じ。そう、あの人間的なものが好き。うん、あのそうそうそう、サイコパスの系の小説とかすごい好きで、そういうものの映画はすごい好き。なんだろう、見入ってしまうというか集中しちゃうから。そう、クワイテッド喋ったらアウトは無理かな。なんだっけ、あれ予告でやってるやつかな。すごいなんかあんま覚えてないんだけど、その予告海外のやつだっけ。それまだ公開されてないやつですか。なんかみたいなやつ。ごめん分かりづらくて。なんだっけ、こんな予告じゃなかったかな。なんかそう、音なんか音を出したらダメみたいなやつ、なそういうやつ。あ、それだ、音を立てたら、そう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 、海外のやつ。あ、それだそれだね、それちょっと面白そうだなって思った。わかりやすいな、わかりやすかった。よかった。そうそうそう、なんかあるらしいね。それ私も見たことないけど、うん、いや面白そう。ワイスピとかも見たい。ね。見たいよね。ワイスピ。かけ狂いは。うん、見ると思う。で見に行きたいなって思う。かけ狂いましょう。かけ狂いよね。夏なので久しぶりにハリポタ見たいです。夏は私はね、あれお願いし、よろしくお願い、サマーウォーズだ。いつもタイトルより先にこっちが出てくる。キグルイってもう公開されてるのか、みたいな。なんかさ、あれが好きだったんだよな。あのさ、夏休みとかになるとさ、なんか夕方のさ4時とか3時4時ぐらいからさ、ドラマの再放送やるじゃないですか。それでよくさ、ブザービートとかさやっててさ、それを見るのが好きだった。中学校とかの時、再放送枠を見てたよ。あ、ウォーターボーイズやってたね、懐かしい。そう、ふーってきた、なんだい。そう、ブザービートなんか知ってる。お、あなたは私のほんの一部しか知らないってやつですよ。なんちゃっちゃらららら、とて無理なのに完璧を追い求め、ララチャララララ愛し抜けるポイントが一つありゃいいのに、それだけでいいのに、じゃん
チャ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 バスケしてる男性に惹かれる？全然全然とか言ったらあれだな、全然とか言って別にブザービートそれ目的とかじゃないし、全然はくさ全然はひどかったな、ふやば泣いたそれは言い過ぎ、間違いない。何してる男性に惹かれるとかないよ、別に頑張ってる人がいいんじゃないかな、うん、何部がいいとかさそんなのない、うん、何部でもいい、ふうさんお疲れ様、お疲れ様です、うん、そうそう、お、いいね、答えが優等生すぎるぞピースピース、んー、プータローは G だったんだっけ、え、なに G だったって、ゴキブリ？何 G だったんだっけって、プータローは G だったんだっけ、 G、 あ、ガード、あ、そういう意味か、バスケの話ね、私はね、あのフォワードです、バスケの話か、フォワードでございます、おいしいとこどりフォワードでございます、そうなんです、風の F でございます、そう、スリーポイント得意だった？うん、うん、全然、私ね、すごい攻め込んでた、切り込みたいって感じだったから、すごい切り込んでた、うん、気がします、でもガードもやってたかな、ガードやってる時もあったな、試合に出るメンバーによるけど、そう、気持ちいいんですよね、切り込んでいくの、バスケは楽しかったな、フリースロー成功率どれくらい、フリースローの成功率はね、あのね、めっちゃ高かったよ、もうね、震えながら打ってた怖くて、もう入れろよ入れろよのコーチからの圧と、後ろに立ってる人たち、横に立ってる人たちからの圧、そして死ぬほど練習させられたのに、お前はそれを外すんか、いいのか外すのか、その一点が死ぬほど大事なんだぞっていう
幻聴がして決めるしかなかったっていう状況だった。だからもう打ちますと思いながら打ってました。そうそうそう、すごいね、強いチームだったんですよ。自分で言うのもあれなんですけど、本当にすごく厳しいチームだったから、中学が本当にすごい練習も本当に過酷だったと思う、今思えば。本当に過酷だった。ザ・体育会系っていう感じの、フリースロー外すんだみたいな感じで、そう、反省会とかで外したら言われるもん、フリースロー。なんかあそこでフリースロー決めるぐらいの精神力じゃないとみたいな言われるぐらいの感じだったから、フリースロー外したらもうなんかもう落ち込む、普通にめちゃくちゃ。私があそこ外したからみたいな思っちゃうぐらい、うん、いくらでも控えはいるんだぞ。本当にさ、本当にいくらでも控えはいるんだぞ、めっちゃそれ、本当にそう、本当にそうです。うん、トラベリングって何？ペッペッピーです。勝ってもそんな感じ？うん、勝ったらわーだけど、なんか初戦とかあるじゃん、1戦目とかだったら1日に 2,3 試合ある時とかは、そのリーグの時とかで、あの大会とかあるじゃないですか、そういうバスケのとかはもう1戦目勝ってそんな喜んでる場合じゃないって感じ。とりあえずもう栄養とって食べ過ぎないように、でも次に動けるぐらいの量のご飯を食べて、でそっからまたちょっとストレッチしてみたいな、そう、作戦立ててみたいな、そう、作戦立てる時間がすごい嫌だったの、もうなんかもうみんながすごい怖いじゃん、ね、なんかボードにさ、マグネットでよくあるんだけど、バスケ部で、バスケ部っていうか他の部活でもあると思うんだけど、こういうマグネットで 5個ね、自分のチームが青だったら青のマグネットを置いて、赤のマグネットが敵で、敵がこう動くだろうから、その時に青のマグネットの質でこうやって動きを全部確認してみたいな、そう、サッカーとかも多分あるよね、フォーメーション、そう、ゾーンとか作ったりとかあるじゃないですか、それの作戦でやるからさ、なんかそれの作戦の名前とかも何個か、何作戦何作戦何作戦って、なんか B とかフォーメーション B とかそういうのってさ、結構何個かあって、その作戦が、それがもう覚えるのがもう、ん、何だったかなみたいになっちゃうからさ、そう、いっぱいありすぎて、ほう、でガードの人が点決められて自分たちのボールになった時に何で行くかの指示が出るんだけど、監督とかから、で大きい声とかで言われて、あ、次これかとかなったりとかするのも大変というかね、まあそれがバスケだったんだけど、でもすごい楽しかった。勝った時その何倍も嬉しいし、そう、わーってなりますね、勝ったら。先輩の引退試合は泣いた、泣いた、めっちゃ泣いた、先輩の引退試合はめちゃくちゃ泣いた。自分の引退試合も爆泣きしました。泣き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 です。こんばんは。そう、青春だね、本当に青春。本気でやってると面白いね。いや本当に何事も
本気でやったらすっごく面白いし、達成感というかその後がいいよね。いいよね、本気大事だよ。本気でやるのって大事。泣けちゃうぜ。オタクも本気でやり始めてからすごい楽しくなった。お、いいこと。何かにハマれるのはプーめちゃくちゃいいと思ってる。楽しく、人生楽しく。ちゃんちゃんちゃん。バスケがしたいです。お。やりなやりな。お風呂とバスケしてえな。お。お風呂が勝ちます。風が勝利します。その場合全盛期は今なんだよってセリフいつか言いたいいいね、いい感じに、いい感じに染め上げられてるよ漫画とアニメに。最高最高。こんばんは。スリーポイントシュート入る？うわ、今絶対届かないと思う。うん。おふうとしりとりしてえの、知る？知るって言っちゃった。する？しりとり。ふうちゃん背番号何番だった？俺8番。お、俺も最後8番だったよ。俺も8番だった。うん、そうだよ。8番でしたよ背番号。俺も8番。おっ、いいね。良きではないか。みんな8番なの？とかとかこんばんは。出席番号9番。お、出席番号。風ちゃんは僕の1番。もう漢字間違えとんぞ。気変つけてくださいな。今日は試合でボコられたよ。それもまた人生。ふーちゃんって男女混合の出席番号だった。そうだよ。男女混合じゃないんですか。出席番号30番台だったな基本。今日から風ちゃんって呼んでもいいですか。ゆるさん
ゆるさんです。うちは男女バラバラだった。あ、そうなんや、そういうとこもあるんですね。そっか、学校によるんかな。別だった。あ、そうなんや。うちは混合でしたね。男女混合のとこです。やべ、したより後の出席番号の人いた？いましたよ。吉田とか吉川とかいました。そう、やゆよのようの人だけだね。でも、あ、でもワーモか、渡辺とか。そう、うん、いました。でもそんぐらいかな。基本後ろの方です。いやなんで。席順は必ず男女が隣だった。うん、出席番号1から12345678910なんで、全然女の子が隣とかもあった。うん。そう。渡辺さんは大体いるよね。確かに。同じ名前の人とかもいますよね。やべ、スターかぶらないよね。うん、かぶらないけど、いますけどね、同じ名前の人。そう、山田ってふう周りにいないんですよね、あんまり。学校とかもいなかった。そう、いなかったな。そう、山田哲太君ってから。そうやね、名前ね。さようならの後も溶けぬ魔法。ふーちゃん瀬戸内学園に出てほしい。おい坂本って言ってほしい。いいね、好戦的ですね。めちゃくちゃ好戦的なね。とても好戦的だ。お風に詰められたい。え、もしかしてド M？ ヤブの字違いの方か、あ、難しい方か。難しい方たまに間違われる。てかどっちも、私多分戸籍そっちなんだけどな。うん、かどっちも正解なんですよね。難しい方のヤブでも。うん、そうそうそう。ふっちゃん AB 型の左利き？そう、 AB 型の左利き。
難しい方書ける？書けない、書けない、書いたことないかも、ほとんど。うん、ほとんど使わないかな。草冠ね、カズの方のヤブをめちゃくちゃ使う。風の先祖は何してんだろうね。ね、そうそうそう、このヤブ、そう、そのヤブなんかね、難しいよね。そうね、俺も AB 型だよ。お、同じ？同じだね、 AB 型。じゃあ私が倒れた時はよろしく。何するとき左利きの、え、全部全部全部、もう髪の毛アイロン当てるのも左だし、ご飯食べるのも左だし、ボール投げるのも左だし、何やろ、あと、バッティングセンター左、蹴るのも左、足も左、包丁も左、書道も左、じゃんけんも左、自撮りも左、うん、IC カード手が、そう、 IC カード手がクロスする、そう、めっちゃわかる。新幹線とかさ、なんか足逆になるんだよね、切符こうなる、こう入れちゃう。ゲームのコントローラー困らない？ゲームはそんな困ったことないかな。そんな困ったことないな、ゲームで。うん、ペットボトル左で開けるよ。トランプこうやって切る、左手でこうやってやってるわ。ウインクするの左、ウインクも左だ、目も左なのかな。時計が右ならアップルウォッチで IC が、アップルウォッチいいな、欲しいな。アップルウォッチつけてる人ちょっとかっこいいなって思っちゃう。アップルウォッチいいよね。アップルウォッチつけてみたい、どうやってしたい、アップルウォッチでみちゅ、そう、みちゅみちゅアップルウォッチつけてっからな。起きちゃうね、アップルウォッチ起きちゃうね。 あやつはさりげなく見せてくるから、アップルウォッチでちょっとマウント取ってくるからなあやつはちょっとな、せやねんせやねん。私もアプローチマウント取りたいですよ。アプローチマウントしたいんだけどアプローチでどうやしたいよ。こうやって自撮りでこうやって撮ろうかな、これから。アプローチ買った全部に映り込ませる。ピースする時もこっちじゃなくて裏でみんなに見えるようにこうやって全部ポーズする時イエーイってやろっかなマウント取りたいですよ、アップルウォッチで。おきちゃん、ふーちゃんにマウント取ったったって言ってた、やなやつあやつ、あやつめマウント取られたな取り合い、そうよ、すごいすごい底辺の争いよねとんでもなく醜い争い。そうよ、
買っちゃえよ。いや高いんだもん、高いんだもん。ブローチ、それなんね。プレフォーカースやな。アップルウォッチって何ができるんです？でもそれこそさ IC でそのまま払ったりとか、なんかさ健康オタクの人とかはいいんじゃない？結構なんか自分がどんぐらい歩いたとか、なんか活動、なんか何カロリー消費したとかも多分わかると思う、つけてたら。あとなんだろうね、電話とか LINE とかなんか返せるらしいけど、その何了解とかそういうのとか簡単な返事できるらしいね。うん、使いどころが難しい。今確かに IC は便利だなぁと思うけど、 iPhone でいいじゃん。確かに iPhone でもスイカ入るもんね。外でアクティブに動いてるならいいかも。そうだね。マスクしたまま iPhone ロック解除できる。それはいい。それはめっちゃいい。それはめちゃくちゃいい。フェイス ID がアプローチで解除できるようになった。めっちゃいいね、それは。そっか。そりゃいいぜ。こんばんは。すごいね、ドラえもんの世界になってる。どんどん、このご時世にぴったり。そうだね、いいな、それちょっと惹かれるな。ふうふうふうです、ひゅうです、ふう。でも高いよね。そうなんだよね、それはそうだね。それはもう自分と相談ですね。ちゃっちゃっちゃちゃっちゃっちゃ。アプローチ買うなら何色？普通の無難な色がいい。プレフォートどっち選ぶかって言われたら、まあそれはプレステーション絶対。そりゃプレフォーでしょ。プレステ5、しゅうちゃん持ってるじゃん。持ってないよ、あの人。ニューヨークに置いてあるらしいので、お家にないのです。そうなんだよ。もうなんかすーちゃんはこういうゲームが好きなんだって。そのプレステとか
スイッチとかもさ、なんかテレビにわざわざつなげるんじゃなくて、こういうザ・ニンテンドーなんか DS とか、こっちの手で持つタイプの方、そう、携帯とかもそうだけど、モバイルのなんかね、そっちの、そう、携帯つなげるやつじゃないのがいいらしい。私はテレビにつなげて大きい画面でやるのが好きなんですけど、まあでも人によるし、やるゲームにもよると思うけど、また海外行くの知らないよ、知らんの、行かないんじゃない？ていうか行けないよね今。やるゲームにはね、外でできるのでかい。確かにそれはそう。アマンガースやる、アマンガースね、やってるよ。ふう、アマンガースはあのうまい。ふう、こないだめちゃくちゃ最悪なことやらかしたんだけど、ふう、でもうまいうまくなってるアマンガース。でもあれ嘘つくとか、まあ嘘つくのもあれだけど、行動じゃないですか。そう、アマンガース、なんかさ、がっつり見られたのよ、下入っていくとこ、敵というかインポスターじゃない人に。あ、終わったと思ってそう、それどんなゲーム、なんかね、どんなゲーム、なんか宇宙人狼なんだけど、宇宙船で嘘つきの人を当てるゲームなんだけど、そう、難しいよね。動く人狼みたいな感じ。そうそうそう、動く人狼。チャットが英語の時きつい。おー、私そんなめちゃくちゃ英語の時に当たったことないな、そこまで。そう、マンガース、ボイチャじゃないと戦えない。うん、ボイチャなしでやるのは、私チャット打つの遅いからボイチャでやること多い。なんかそのアマンガスの前とかは人狼殺とかもやってたから、ボイチャに抵抗は全然ないし、めっちゃやるんだけど、すごいさ、怖い人とかいるからさ、本当にね、あの、傷つきますよく傷ついてる夜な夜な、でもね、あれは身内でやる方が楽しいよ。あの、知らない人とやるより、知らない人とやるのもまあ楽しいのは楽しいんだけど、友達とやる方がめちゃめちゃおもろい、本当に楽しい。この間メンバーでもやろうと思ったんだけど、なんかね、できなかったんですよ。瀬戸内 PR 舞台の時だ、なんか漫画誌やろうみたいな言ってみんなでダウンロードしたんですけど、なんか部屋作って入るとこまでやったんだけど、なんかスタートボタン押せなくて、バグか分かんないんですけど、それでできなくて、そう、今度やろうって言って、またそう、めっちゃ楽しいよ、知ってる人でやるの。回線なのかな、そうだったのかな、そう、なんかね、入れないってなって、部屋になんかあかりんだけ入れなかったのかな、確か。で、始めれないねってなって、
そう、バージョンが違うとできない。あ、それやったんかもしらん。それやったんかな。そう、バージョン違いやったんかな。そう、フーがやってるとこ見たい。本当？でみんなにさ、画面見てほしいよね、そういう時って。みんなが全部ね、見える視点でやったらめっちゃ面白そうと思う、見てる側もね。またあかりんの謎ムーブが来そうで面白そうちょっとずっと何言ってんのってなりそうで面白そうだよね。いや、あかりんめちゃめちゃ面白いからな。うん、本当にずっと何言ってるか分からないんだけど、ずっと面白いのよめっちゃ面白いんですよ、本当に。そうだから絶対面白いと思う。うん、あかりんはもうあかりんはあの逆に敵でありたい。味方だとちょっと混乱しそう。うん、あかりんゲームになると IQ 下がるのいや間違いない、めちゃめちゃ IQ 下がりますよね、あかりん。そう、めっちゃ可愛いんだよ。そう、味方にしたくないんだよな、あかりんは敵であってほしいそう、ふにゃふにゃしてるからずっと面白い、本当に、うん、惑わされる。え、あかりんさっきまで味方だと思ってたけど、あれみたいなあれ、ちょっと待って、何言ってるんだみたいな。そう、あれあれあれってなるんですよ。そう、あれ、これはどっちだみたいな、信用していいのか果たして本当にみたいな思っちゃう。そう、面白い。そう、ココアもうおもろい。なんかココアって本当にかわいそうなんだよな。なんかさ、ふうもさ、いや、ふう笑ってるのも本当にひどいなって思うし、ごめんって思うんだけど、なんかココアって本当にかわいそうなんですよ。本当にかわいそうだなって思う。なんかさ、いっぱい喋ったら喋ったでさ、喋りすぎて怪しいって言われてさ、静かだったら静かでさ、なんかココアが喋ってないの静かで怪しいとか言われてさ、なんか本当になんか不憫だなって思うんですよね。そう、不憫だなって思いながら見てる笑えるよね、マジでいや笑えるそうそうそういや面白い。それ言うのふーちゃんじゃないなそうあ面白いいや楽しいんですよ、もうそのいじりをしてる時が本当に楽しい、もう本当に楽しいいやひどいなと思ってるよ、ごめんねって思いながら、そうそう、私も強く生きろと思いながら、するね、ごめんねって思いながら、そうそうそうやってるんだけど、いや戦いだからさしょうがないんだよ、こればっかりは。そう、誰かをね犠牲にしなきゃいけないんだいや可愛いんだよな、ここは。もう可愛い、本当に面白い。いやでもソラハも可愛い。ソラハはそう、いやソラハはね、なんだろうね、すごいよく喋るんだよね。でもソラハ上手くなってるなって思う。すごくうまい気がする、人狼、うん、うん、空はまっすぐ暴走するいやほんまにそれな。舞ちゃん強いよ、舞ちゃんもねゲームめっちゃ人狼説とかね、ジャッジメントとか人狼ジャッジメントっていうゲームとかあるんだけど、
やってたぜの人だから、まいちゃんとかめっちゃ強いよ多分。ココアの尊敬するメンバー呼ぶ人、そうなの？そうなんだ。ソラハは途中で探偵になりそう。そう、じゃあさ、急にさ、なんかあの時もそうだったんだけど、なんか、あ、もう犯人分かり、分かったみたいな言うんですよ。なんか、はい、もうソラハには全部が見えましたみたいな言うから、なんかよくわからないんですよ、空は。そう、面白いです。もう、はい、もうこれはココアさんですとか言うから、そう、なんかほのたんさんが怪しいですとか、マイカの時とか言うかっていう。そう、いや、なんか鎌掛けとかで言ってるんじゃなくて、多分空はガチでそうだと思って言ってるんですよ。多分演技とかじゃなくて、本気でそうだと思って言ってるんですよ。だいたい外れてそうえって思うじゃないですか。で、意外と当たってるんですよ。そう、意外と当たってたりして、そう。でもなんか、ソラハすごい自分をなんて言うんですか、そう、もうソラハこれ絶対正解ですから、ソラハいいんですね、つってもとか言うんですよ。そう、いいですよ、別にソラハのこと釣ったら市民側負けますからとか言うから、そうそうそう、逆にそれでなんか怪しまれてよく殺されてます、最初の方に。かわいそう。そう、めちゃめちゃ面白いです。いや、ソラハの人狼めちゃくちゃ面白い、やりたいやりたいってよく言ってて、めちゃめちゃかわいい。うん、早口って確かにちょっと怪しいですよね。うん、あ、55分だ。ランキング読まねば。ランキング読むか。よいしょ。30位ハムさん、29位デリービー、28位ディナフードサラピオシ、おふうとサラピトミヨシ、サラピトミヨシ、27位がライ、26位がおう、変わっちゃった、ん、29位がライ、28位がケイセティン、久しぶりに長い時間の話ありがとうありがとう、27位がテリーピー、26位がケイ香港、25位が奥行き、24位がクマさん、23位がティス、22位が監督、21位がドリン、20位がタロス、19位がカズイ、ケイフーちゃん愛してる、付き合ってください、ごめんなさい、18位がマサシ、17位がコウイチ、16位がシンちゃんマン、15位がブビン、14位が釣り券、13位がアキアキアキ、やっぱりフーちゃんの配信は収穫の時間大好きありがとう、12位がシン、萌えゼリフ最高だったので即興で一つお願いします、ダメです、11位がウフ推しのタカさん、17日僕恋公演よろしくです、よろしくお願いします、10位が一世、9位がミニエル、写真集の次のオフショット、かっこオフショットございますよね、私もね、どのオフショット出るか知らないので、どの衣装かなと思って楽しみにしてます、8位が T 君、おふうかわいいね、来週2日間行くよ、お、待ってます、東京かな、7位がダソク、雷で PC 落ちた、え、マジ大丈夫、そっか、今週めちゃ雨ですよね、皆さん気をつけてください、6位がプティ、5位が花丸くん、4位がアンドゥー、ふーちゃん愛しいっす、ありがとう、3位がタカアットマークフェイカー、2位がキラキラピッピ、今日もふうが可愛くて明日からも生き抜ける、お、生き抜いていきましょうな、1位がデミ、毎日おふちゃんのこと大好きすぎるので何か一言ください、明日も大好きで生きていこう、明日も大好きでいてくれ。ありがとうございます、めっちゃ雷鳴ってる、マジですか、あら、広島は鳴ってないですね、今鳴ってるのかな、私には聞こえないんですけど、はい、というわけで皆さん今日もありがとうございました、あ、明日から月曜日か、頑張って頑張ってください、月曜日
カピカやで。あら雨もすごい。あ、皆さん気をつけて、お仕事とか無理せずで。いや無理はしなきゃいけないか、お仕事。まあまあ雷に当たらないように気をつけてください。洗濯物、あそうじゃん、洗濯物を干してる方は取り入れてくださいね。親猫親猫、バイ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 、またね、また明日、バイバイ、おやすみなさい。今日もお疲れ様でした。バイバイ。